初恋の話を教えて。いや、初恋。初恋。初恋の基準がいつも難しいですね。日本は初恋の基準なんですか？初恋。何が初恋ですか？なんか一番こっちから好きになった？ああ、あれは、いや、僕は結構初恋だと 好きになったでしょ？あれだと幼稚園から小学生の6年。あれダメ？どっちがダメですか？そしたら何が聞きたいですか？そしたら、それが僕の初恋ですよ。なんで僕の初恋を無視しますか？皆さんが聞きたかったのに。何ですかこの流れ。 あ、中学生？え？八中？八中？あ、八の中？この中？え？この中でしょうか？中？唇の中でしょう？何回言っても僕何回言います？怒りますよ、こういつも。 チューチュー、はい、チューチュー、はい、チューチュー、いやー、チューチュー、これを今何秒ぐらい。はいはい、八中、八中、八中ってあんま言葉ないですか？初めての中、うん、初めての中は、いやー、ちょっとすごい恥ずかしいんですけど、はあ。 いやー、まだなくて今日やりたい。この瞬間、男のファンの方と目合うとすっごい恥ずかしいんです。韓国に逃げたいぐらい、はい、恥ずかしいです。じゃあ、はい。 今日初めてのチューしましょう。はい、唇分厚いでしょ。魚みたいでしょ。はいはい。<笑>あの、あっちの方がこう、マゴンギョン、 こうやって僕の唇を見てました、これ。<笑><笑>ああ、すごい。いや、準備力がすごいですね。ありがとうございます。いや、準備力に大きな拍手をお願いします。いや、僕は本当の目だと思ったんですよ。こう、目が、こんな小さいなと思って。 すごいですね。はいはい。じゃあ次の質問いってみます。どうぞ。本当にもう尊敬する人はやっぱり両親と、そして僕たちの、僕以外のメンバーも結構横から見るとすごい尊敬するんです。あの3人はすごい尊敬。そして最後は 僕のそばにいてくれる皆さんはあんまり尊敬したくない。好きだから。尊敬よりは恥中したい。<笑>はいはい、ありがとうございます。グッ、감사합니다。